Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, hat pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart, spend this time in your head. With every star.前回の動画で燃費が 13.5 とか 13.8 とか走りますとか言ってたのは実はあれ間違いで、あれはこれ平均燃費っていう表示が引っ張ってない時の状態も含まれた平均燃費だったんで 13. いくつって出てました。でトレーラーを引っ張った状態でね、トレーラーを引っ張った状態でリセットかけてスタートしたら今実際 7.7 むちゃくちゃ悪いじゃんこれ、映ってると思うけど燃費 7.7、 おかしいなと思ったんだよね。前回のメーターとガソリンの使用した、数値で、計算したら 6. 点いくつとか出たんで、これ計算間違いかなと思ってたら実際8いきませんね。誰だったっけ、今村さんのステップワゴン 1.5 リッターターボ、あの人はねリッター8ぐらいいくとか言っとったよね。 8.5 とか言っとったかな。もしかしたらあのトレーラー牽引するときはガソリン車の方がいいかもしれない。なんかそんな気がしました。だからあまり東電には向いてないということで、ハイブリッドは残念ながら報告でした。皆さん嘘言ってごめんなさい。13っていくつもいけません。ごめんなさい。ではで補足なんですけど、80キロを超えるとエンジンが確か回りっぱになると思うんだけどね。でそうすると極端に燃費が悪くなります。ですね、下道にね降りたらね、高速道路が7とか8だったんだけど 8.9 燃費いきました。でも悪いね、悪い悪い。やっぱりハイブリッドじゃダメだ。PHEV かディーゼルじゃないかね。1年ぶりぐらいかな。ぶつけないでね。到着。はい、設置完了です。ちょっとお買い物に行ってきます。さてさて、あんまりありませんでした。もっと刺身刺身って言ってもね、マグロしかなかったね。どんどんリゾート化してくね、これね。ここのお食事って大きなもん多いそうだね。やっぱり沼灯台、ここも工事中でなんかできるよね、これすごいな。何ができるんだね。ここはバーベキューでしょ。
ここもね、なんか下がプールみたいな感じになってるよ、あれ多分。ああ、やっぱこれホテルみたいなところかな、ね、うん、そうなの。これで泊まって下にプライベートプールがあって、多分それでプライベートビーチで、ですね、今日はちょっと晴れてきたんでね、カーティストさんでいいのかな、カーティストさん、またあのちょっと概要欄じゃなくてこの動画の下にね、字幕を入れたいと思うんですが、カーティストさんのね、ホンダステップワゴンフロントサンシェード、こちらをねちょっと提供いただきまして、ちょっとあの試してみたいと思います。わかりますでしょうか。ちょっと風で飛んでっちゃいそうだね。ちょっとこれをね、フロントウィンドウにセットしてみたいと思います。銀が外なのかな。多分ね。純正の。純正のドライブレコーダーがついているので、ちょっとその辺がどうなるかなっていうね、不安もありますけど、こんな感じなのかな。割とぴったり隙間なくいけるんじゃないでしょうか。おう、ぴったりですね。外から見た感じは、ああ、純正のドライブレコーダーをねちゃんと逃げてくれて、ほとんど隙間なく綺麗に収まりました。ちょっとね、今また曇ってきちゃったんで効果は発揮できないんだけど、これだけあの隙間なくね埋まれば、遮熱効果もね結構あるんじゃないかと思っております。こんな感じでね、ぴったり窓枠に合いました。素材としてはね5層構造になってるそうです。1層目は日差しの反射を高めているね高密度アルミニウムコーティングとかね、断熱を保ってくれるっていうね、優れものです。ちょっと真夏のカンカン照りの時にね一回試してみたいなと思うんですけども、ちょっととりあえず今日はね、こんな感じで紹介させていただきたいと思います。きっとね真夏はねこれきっと便利に使えると思うんで、はい、値段もねそれほど高くなくてね、どうでしょう、3500円ぐらいでしたかね、送料込みで、3480円ですね。 5% のクーポンもついております。はい、ちょっとこれ畳んでみたいと思います。ドアポケットにしまっとくみたいなね。あー、いいね。こんな感じでね、サンシェード、
tell me lies. I wish that I could take it all back. Stop replaying all the pain that I had. It's not me, it's you, it's you, it's you. I swear that I wouldn't cave, I wouldn't crumble if you called back. But a human can only take so much pain. And I've been stuck out here. はい、あと運転よろしく。ビールは飲んでませんが交代しました。50キロ？上りだもんね。